すべてはチャットルームでの出来事から始まった。チャット仲間たちと電脳空間の噂話に興じている最中、突然乱入してきたのは自らハッカーを名乗る人物だった。素敵なプレゼントがある。その怪しげな人物からの謎めいたメッセージに誘われ、少年は電脳空間へとログインする。それがデジモンとの出会い、少年自身の運命を変える冒険の幕開けになるとも知らずに。電脳空間エデン、革新的なバーチャルリアリティ技術とネットワークサービスにより、そこは人々にとってもう一つの日常となっていた。電脳探偵、ただいま参上。遅いよ、何してたのよ。ここまで来たからには行くしかねえな。エデンの最下層にアクセスした少年が遭遇したのは予期せぬ出来事だった。突如出現した謎の怪物イーターにより精神データの一部を破壊され、少年は元の肉体に戻ることなく反電脳体の姿で現実世界に弾き出されてしまう。そこへ私が偶然通りかかり、おっとすまない、自己紹介を失念していたよ。私はクレミ京子、しがない探偵さ。少年と接触を果たした私はこの不可思議な事件の調査に乗り出すこととなった。時を同じくして現実世界では東京中で街がデジタル化する怪奇現象デジタルシフトが頻発し始め、人々を混乱に陥れる。探偵事務所に舞い込む事件を手がかりに、少年は自らの肉体を取り戻すため反電脳体となり身につけた特殊能力コネクトジャンプを駆使し、デジモンと共に現実世界と電脳空間2つの世界で次々に巻き起こる怪事件へと挑んでいく。エデンのせいで誰かが不幸になるなんて。どうした、まるで幽霊でも見たような顔だ。I am Jimmy K。 電脳空間でデジモンを使ったハッカーたちの巻き起こす事件。そろそろ消えてもらいます。おう、探偵家業にはもう慣れたか。現実世界の異変、リアルとデジタルの完全なる融合。それらの事件の裏で策謀を巡らす黒い影。世界に危機が迫る時、デジモンを救いたいと願う少女の思いが奇跡を生み出す。事件の舞台となる電脳空間やデジタル化した現実世界にはデジモンが徘徊している。デジモンと遭遇時に対象のデータをオートスキャン、スキャンデータを集めデジラボと呼ばれる施設でコンバートして実体化させれば、デジモンを仲間にすることができる。デジモンはバトルを繰り返しレベルを上げることでより強く進化していくぞ。バトルはアクティブターン制で進行、相手をスタンさせたり攻撃をブレイクするなど戦闘を有利に進めるための戦略が必要だ。さらに仲間同士のターンをつなげることで絶大な効果を発揮するコンボ攻撃が発動、相性のいい仲間選びが勝利への鍵となるだろう。仲間になったデジモンはデジファームに預ければ様々な方法で訓練し、君好みに能力アップさせていくことができる。進化と退化を繰り返し、隠された進化の形を見つけたまえ。育成可能デジモンは230体以上だ。デジモンの力を借り、電脳空間のセキュリティを突破し、事件の真実を暴き出すのだ。
デジモンを育成し、バトルに自信がついたなら、コロシアムで腕試しをしてみるのもいい。デジラボでは、オンラインやアドホックモードを使った全国のプレイヤーとの対戦も可能だ。まだ見ぬライバルが君を待ち受けているだろう。次元の壁を越え、次々と現実世界に姿を現すロイヤルナイツたち。彼らはデジタルワールドの危機を救うため、2つの勢力に分かれ激突する。キラーン、キラリーと、これがリナちゃんの実力ってね。そして電脳空間にはびこるイーターは、争いの中さらなる成長を遂げ、世界を滅ぼす脅威へと進化していく。崩壊へのカウントダウンが無情に時を刻み、状況は予断を全く許さない。まさに絶体絶命。そこで君の出番だ。全ての事件を解決し世界を救うには、君の協力が不可欠となる。推理するまでもなくね。私の報告は以上だ。それでは君が探偵事務所へ訪れるのを楽しみにしているぞ。デジモンストーリー、サイバースルース、豪華5大初回封入特典決定。おお、これは見逃せないな。バンダイナムコ